大型ビジョン・アイ・バーウィン・スタジアムはカナダ・ハミルトンにかつて存在したカナディアンフットボールのスタジアム。1930年第1回大英帝国競技大会のメイン会場として建設された。当時の名称はシビック・スタジアムである。1950年よりカナディアンフットボールリーグのハミルトン・タイガー・キャッツの本拠地となり、 ハミルトンにあるマクマスター大学の大学フットボールチームのホームスタジアムともなっていた。過去5回グレーカップが行われた。設備面で不十分な点が多くあったためメディアや選手からの批判が絶えずアメリカのテレビ局に試合の放送を拒否されたこともあった。1950年代及び1970年代から80年代にかけてこれを受けて座席の増設や 人工芝の敷設、カナダ国内最大の大型ビジョンの設置といった大規模な改築、増設工事が行われたが、2015年のパンアメリカン競技大会開催にあたり、スタジアムのさらなる改築工事の計画が却下され、新たに約1億5000万カナダドルをかけて新スタジアムを建築することが決まり、これを受けて2012年10月27日の タイガーキャッツ対ウィニペグブルーボマーズの試合を最後にスタジアムが閉鎖。タイガーキャッツは2013年のシーズンはゲルフ大学内のロンナイスタジアムを暫定の本拠地として使用し、2014年のシーズンにより7月会場予定のティム・ホートンズ・フィールドを新本拠地として使用する。現在の名称はマックマスター大学の学生部長でスタジアム整備の提案を行った。 アイバーウィンを記念して1970年より用いられていた。AB、アーカイブされたコピー。2013年1月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年11月24日閲覧。アイバーウィンスタジアム。ありがとうございます。